認された事前的破壊を目覚めなさい。クリスマスイブを過ごせて楽しかったですか？おお、僕たちがラストバザーの結成の話をしたいと思います。僕と恭平君と2人でまずメンバーを探して、でギターの一郎が、雑誌かなんか見てきたんですね。で、ドラムのノブリンがそのビラを貼ってて見てきたんですけど、その時にバンド名を知らずに入ってくるようなやつだったんで、こいつはどうなるかなとか、いろいろ、まあ、未だにまだ悩んでるところなんですけど、こいつはまだバンドを続けれるんだろうかというところが非常に問題になっておりますね。ね。そう、そう、そう、そう。はい。で僕たちの今後はですけど、2月にもう大きなところでちょっとワンマンしたいなとか思ってるんで、皆さんまたぜひ来てください。で、クリスマス。クリスマス。うん、うん、なんか思い出あります？うわ、クリスマス、何もないね。ないか、うん、ないかな。なんかそのちっちゃい頃にな、なんか遅くとおプレゼントやんけとか、そんなのないかな。俺はね、あれやな、何だっけな、クリスマスってプレゼントくれるやんか、うん、サンタさんがさ、くれるな、サンタさんがな、うん、それな、俺はもうだいぶ最近まで信じとったんやけど、おお、サンタさんおるわな、うん、最近置いてくれへんって言ったの。なんでやろな、うん、おかしいなそれ。なんでやろな、クリスマスな、イブの時にクリスマスになったらちゃんとプレゼント置いてあるはずやんな。楽しみちゃう。なんでやろな、俺も最近ないでもな、こいつ取ってんだよ。去年ぐらいから、去年ぐらいから、ある日なくなってきて、こいつ取ってんね絶対に。この前か。うん、なんで？だあの、なんか監督みたいな、なんか、なんか偉そうやなお前。うん、っていうか、牛乳飲んでるから。何牛乳やねん。美味しいか？あ、ぬる。美味しい。抽選で1名にこの牛乳をプレゼントします。明日だけはここまで。ノブリンの牛乳大好きコーナー、よろしくお願いします。で、ぬるっ、ぬるっ、まあ、こんな感じで、うん、来年も99年はあの地球が滅びるらしいけど、うん、まあ、とりあえずついてみてください。はい、滅びるまでついてみてください。はい、一緒に死にましょう、一緒に死にましょう。ダスバサでした。